石田光春は、日本の技術者、実業家。以下は、16位。君党は、君後党。改名は、光広院優先春風小児。株式会社大阪造船所造船課での勤務を経て、三協造船株式会社造船課課長、石田造船工業有限会社社長、光春帰船株式会社社長、社団法人日本小型船舶工業会東部支部理事。 富士江建設株式会社社長、石田造船建設株式会社社長、株式会社、有機会長、株式会社、シーバス会長、石田造船株式会社会長などを歴任した。家業である造船業を法人化し、石田造船工業や石田造船建設を発展させた。造船不況のも造船業だけでなく海運業や建設業といった異業種も手掛けるなど、 多角化経営を推進した。50年間にわたって、石田造船建設グループの経営トップを務めると、共に業界団体や事前団体の役職も兼任していた。終戦直後に、広島赤十字病院にて撮影された、市街地の様子。原子爆弾により、病院周辺の建物はほぼ壊滅している1928年1月9日、広島県三木郡にて生まれた。 太平洋戦争の最中、広島県立木野江造船学校の造船科にて学んだ。1945年3月、広島県立木野江造船学校を卒業した。同年4月、大阪府大阪市に所在する大阪造船所に入社した。造船科に配属され、造船技師として勤務した。しかし、同年8月6日、広島県広島市に、 原子爆弾が投下された。当時広島赤十字病院に勤務していた姉のことが心配になり、急遽帰郷した。同年8月11日、父である石田五財門と共に広島市を訪れ、姉の消息を探し求めた。日本赤十字社広島支部は壊滅しており、広島赤十字病院も甚大な被害を受けていたが、幸い姉と再会することができた。 姉は被爆者の看護に暴殺されていたため、三春も父と共に野宿しながら手伝ったという。しかし、原子爆弾投下直後に、広島市に入ったことから、この時に三春も被爆している。太平洋戦争終結後は、1948年4月より、三共造船に勤務し、造船課の課長に就任した。2003年に竣工したフェリー。 第二石前2008年に竣行したフェリー、フェリー区が2950年10月、父である小左衛門が起こした造船業を継ぎ、代表となった。船大区として木造船の修理などを手掛けた。その後、家業を有限会社化することにし、1967年に1月に石田造船工業を設立すると、その社長に就任した。また、造船業だけでなく、 異業種にも進出した。1972年12月には、海運業を手掛ける三津春汽船を設立し、その社長に就任した。1986年7月には、建設業を手掛ける藤江建設を設立し、その社長に就任した。1988年には、伊豆急行から遊覧船の建造を依頼された。船大工として、 木造船を手掛けていた技術や経験を活かし、黒船を模した遊覧船、サスケ花を翌年に竣工させた。この遊覧船を静岡県下田市の下田港に開港したところ、伊豆急行などの関係者から大歓迎を受けた。これをきっかけに旅客船の建造に本格参入する決意を固め、小船を模してマストを備えた遊覧船、サヨや水中の様子が、 戦争から楽しめる、クジラの形をした、遊覧船、ジーラなど、特殊な形状の旅客船を積極的に手掛けていく。また、自社の経営の傍ら、業界団体や事前団体の役職なども、兼任していた。中国地方の小型船造船業者が加盟する、社団法人である、中国小型船舶工業会においては、1978年5月に理事に就任した。 同様に、社団法人である日本小型船舶工業会においても、同年5月より東部支部の理事の一人として名を連ねるとともに副支部長に就任した。また、因島海事振興協議会においては、1987年4月に幹事に就任し、1988年4月から2008年7月にまで理事を務めた。その他、 1989年7月から1990年6月にかけて、インシ島ライオンズクラブの第三副会長を務めた。1992年10月、石田造船工業を有限会社から株式会社に移行させるとともに、社名を石田造船建設に改めた。石田造船建設においても引き続き社長を務めた。1994年2月、 富士江建設の社長を退き、会長に就任した。1998年年4月、これまでの功績により、訓後東随法省を授与された。1999年12月には、三春基線を有機に解消するとともに、社長を退き代表権のない取締役として、会長に就任した。また、2000年2月には、新たに C バスを設立し、 取締役として会長に就任した。同年12月、石田造船建設の社長を退き、代表権のない取締役として会長に就任した。2008年、建造したフェリー、フェリークガニを納品するため、沖縄県うるま市の津県島まで開港したが、これが生涯最後の開港となった。2011年4月、石田造船建設を石田造船に改称した。 同年12月2日、死去した。これまでの功績により、同日付で16位に上された。石田家の所有する山林が公園として整備され、三つ春公園と命名された。広島県立機能江造船学校に在籍していた頃、ありがとうございます。